じゃあ6番企画は、はい、インドに赴任する前すべきこと5つというところで、まず1つ目、ピザですということですね。はい、予防接種です。はい、大切です。薬です。薬もこれはやっぱ体のために。日本食の買い出しです。あー大事だねこれは。覚悟と異文化理解。インドってこのハードシップの中でも一番結構ハードシップとしては大変な国だっていう風に言われてるし、実際働いててもそう思うから、日本人が働いてるのとインド人が働いてるスタンスも違ければ考え方も全然違うから、実際インドでビジネスをやるっていう風にすると絶対衝突が起こるし、いやいや言ったじゃんやれよっていうタイミングも絶対出てきます。もうしょっちゅう切れるタイミングもあるし、やっぱり一番違うのは時間。時間だね。時間だよね。インド人口づけ、ドーミニッツ、パンチミニッツって言うんだけど、エッグミニッツが1分間、ドーミニッツ2分間、パンチミニッツ5分間、まあ、要するに日本でいう今やります、ちょっと待ってください、あと5分みたいな、英語でもジャスタンミニッツっていう言い方しますけど、本当に英語圏でも多分ジャスタンミニッツっていうと、まあみんな5分ぐらいを想像すると思うんですよ。なんですけどインドの場合、例えばドーミニッツとかパンチミニッツっていうと、例えばそれが1時間だったり3時間だったり、ね、半日だったり、そう半日だったりし、今日やってねっていうと絶対明日明日で、その明日って意味は明日絶対やらないです、あさってしあさってもしかしたら1週間後みたいな、そういう風な言い方をしてくるんで、バッファーを見てお願いしないといけなかったりとか、これバカにしてるとかじゃなくて多分考え方の違いだと思うんですけど、そういうのを理解した上で一緒に仕事をやっていかないと、切れるというか、いやいやいやって思うタイミングが来ますね。じゃあ6番。逆にちょっとね、日本が奇妙だなと思うのは、あうんの呼吸っていうのがあって、自分がそんなに言わなくても人がそれこそ忖度推測をしてやってくれるっていう文化が日本の場合はあるんですよね。でそれがちょっとグローバルスタンダードからするとどうかなって思うのがあって、インドに来るともうそれはもう皆無です、ないです。自分が言ったことをやってくれるのが精一杯だし、それ以上を超えてくれるっていうことはもうほぼないと思った方がいいんで、そこはまず切り替えた方がね、いいです。じゃあ6番。あとね、大事な言葉でよくアルファベット3文字で OKY っていう言葉が、駐在員の中では共通語であります。 O お前がで K、来てで Y やってみろ、お前が来てやってみろっていうのを OKY っていうんですけど、結構ねこれ日本からインドに来てである程度駐在期間1年とか2年経った人はみんな思います。それは何でかっていうと、最初は日本のスタンダードで仕事をしていて、でインドにがっかりすることが多かったんですけど、やっぱりインドの文化、それから商習慣とかいろんなものに触れて、今度は日本の例えば本社の人とか日本の出張者が言ってることが、これインドで本当にできると思って言ってるのっていう感じに疑いをこう向けるようになります。その気持ちを端的に表したのが OKY っていう言葉なんですけど、こっちがグローバルスタンダードなんだっていうね、ところは僕結構最近考えるんですよ。インド人と一緒に仕事をして、やっぱり考え方も違ったりとか働き方も違うんですけど、日本人と一緒に仕事をやる上でそれをやれって押し付けるのも、なんかどうなのかなっていうのがあって、逆に日本の働き方が海外では合ってないのかなとか、やっぱりまあ国も違えば働き方も文化も違うので、必ずその働き方の違いから来る衝突に実は自分が中心で巻き込まれちゃったりとかすることはもう必ずあると思って、こっちに来るとああ来た来た来たと、あこれがチャロブラのサワジュとナンちゃんが言ってたことかぐらいにこう笑って流せるぐらいになってるといいかなと思います。そうだね、それを真に受けちゃうと本当にストレスフルな生活が待ってるんで、Take it easy みたいな感じで、あ来た来たみたいな、まあみたいな感じでやれた方が逆にいいかもしれないかなって僕は思います。もう一つのエンターテインメントだと思って、それを楽しむぐらいの ね、 そうだね、覚悟で来ると、はい、いいと思います。じゃあ6番。あと僕思うのはやっぱね、笑顔は大切だと思います。まあインド人だけじゃなくて外国人としてするときも、話してて笑顔で話すと結構向こうも心開いてくれて、いろいろ協力してあげようとかっていう風にもなるんで、
日本の本社とかよくいるじゃないですか、もう診断名刺ながら買ってやってる人ああいうことやっちゃうと多分インド人からも嫌われちゃうし、なかなかリレーションシップ取れないと思うんで、多分笑顔でハローみたいな、ね、はいみたいな笑顔もそうだし、その朝の挨拶とかもその相手から来てくれるのを待つんじゃなくても、自分からグッドモーニングとかハローとかってハワイユーとかね、あの言う方がいいよね、うんうん、絶対そっちの方が受け入れてもらえると思うし、うん、まあ、まず仲良くなるっていうのが一番大切だと思うんで、うん、じゃあロゴだ。はい、ということでインド赴任前にやるべきこと5つ、話しました。まずビザ、予防接種、薬、あと日本食の買い出し、あと覚悟と異文化理解ということでご紹介をさせていただきました。まあ、あの逆に言うとね、あのここに載ってないのは、逆に言うとその現地でもある程度あの置き換えが効くものです。例えば僕、来た時にトイレットペーパーとかティッシュペーパーをもう箱買いしてそれで持ってきたんですけど、もう来て思ったのは全然替えが効くんですよね。俺今でも家にあるもん、うん、残ってるやつが。そうそうそうあのクオリティさえ気にしなければ全然大丈夫だし、そのクオリティも例えばじゃあ花セレブのクオリティをティッシュインドに求めますかって言ったら、まあ、それは別にいらないわけで、あのなのでその辺は現地で置き換えが効くので、もう諦めてもいいのかなと思います。この5つはあくまで、まあ、僕たちチェロブラザーズが思う5つを挙げたので、もしかしたら、まあ、こういうのも大切なんじゃないのとか、あのこういうのどうなのっていうのもあるかもしれません、うん、そういう時はぜひあのコメント欄とか SNS、インスタ、ツイッター、フェイスブックやってますので、質問いただければこういうのありますよとか、うん、こうしたらいいんじゃないですかっていうのも回答できると思うので、何かあればぜひコメント欄、DM、どしどし送っていただければと思います。はい、それこそねコメントで送ってもらったら、僕たちもねインドでじゃあどれぐらいのティッシュペーパーが買えるのかとかね、うん、そういう動画も作っていくこともできるので、はい、ぜひ参考にさせていただきたいので、その辺もよろしくお願いします。はい、はい、ではまた次の動画で、チャロー、バイバイ。バイバイ。この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、お SNS のおフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。